皆さんこんにちは、戸崎マジックスクールの戸崎です。今回の演技動画はシルクとボールの手順です。こちらはですね、もともと僕が使っていたボールのあるテクニック、技があるんですけれども、こちらをですねシルクと組み合わせることによって、演じやすくしたというものになります。昔から使っているテクニックではあるんですが、あまり他の人が使っていないテクニックなので、珍しいじゃないかなと思っております。詳しくは演技動画見ていただければと思いますが、なかなか普通のですね四つ玉ビリヤードボールマニピュレーションでは見せられないような見せ方をすることができます。こちらですね、もし興味を持ってやってみたいという方がいらっしゃいましたら、次回のオンラインレッスンで、解説をいたしますので、こちらにご参加ください。次回はですね、ビリヤードボールマニピュレーション応用編と題しまして、7月の12日の日曜日、お昼の2時14時からですね、行いますので、ぜひこちらご参加ください。こちらはですね、オンラインで、ズームを使ってやりますので、どなたでも参加ができます。リアルタイムで見ていただけるという方はリアルタイムで見てみてください。リアルタイムの場合はその場で質問とかができるようになっています。もし都合その時間つかないよって方がいたら、そちらの方はアーカイブ映像も今日ですね共有しますので、こちらで見ていただくこともできます。今回のシルクとボールの手順以外にも、さまざまな四つ玉ビリヤードボールマニピュレーションのアイディアとかテクニックを解説しますので、ご興味があればぜひご参加ください。今回のですね、その応用編に関しましてはちょっと難易度が高くなってますので、もう少し優しいところから、ゼロからやりたいって方はですね、先月に、ビリヤードボールマニピュレーション入門編というですねオンラインレッスンを行いました。こちらの、アーカイブ映像もですね、僕のショップの方で買えるようになってますので、基礎からの方はこちら入門編の方を見ていただければと思います。応用編の、参加申し込みも、その入門編のアーカイブ映像も、こちらのサイトから、購入ができますので、この動画の詳細欄から飛んでいただければと思っております。さあ、それではお待たせをいたしました。シルクとボールの手順ですね、どうぞお楽しみください。